皆さんどうもこんにちは、ツコミごとです。えっと、あ、言うとくが、これはバチェラの動画じゃない。これ全然関係ない動画、バチェラーだよ。あの、俺のバチェラの動画結構消されるんで、はーい。で、言うとくが、言うとくが、あの、その、法律では、俺がバチェラ使、あの、バチェラの、 映像を使って自分の動画作っておるわけなんだけどあれ多分法律では許される範囲に入ってるだと思うよあのもう商品の代わりになってないからなんかバチェラー本当に見たい人たちはそうゴードの動画見ないじゃんねちゃんと全然飛ばしてやってるからまあまあまあそれそれねあのそれ YouTube でそのくだらない戦いを始めるよりあのバチェラーの映像 全然、ちょっとだけ、全然少ないあ、全然使わないことにして、あの、とりあえずさ、終わらせたいじゃん。まあ、なんだかんだ楽しかったけど、どんどん動画消されていくね。だってさ、俺、俺がバチラ見てる時点で、バチラ見てくれる日本人たちが増えると思うんだけど、まあ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 、まあ <coughs>、で、 あの最後の3人になってキャラ薄い2人とあのそのモデルさんがいてでモデルさんが消されて消されたっていうかあの落ちた脱,脱落して最後の2人本当にもうどうでもいい,い,い人たちになったでもイラストレートだけは覚えてるでこの2人ね誰誰誰誰,誰最後のローズです倉田真美さん この子クラタなんちゃらなんちゃらさんで落ちたまあいっていやー俺が消される前に俺が消される前に止めましたそれで婚約者になるんだって指輪ねは,はめてでこれシンガポールでやあもう俺が説明してるだけじゃつまれないよねそれで全然 まあ見てくれる人いたらバチェラさんもあのやりたかったけど、まあこれから違うブロックされない動画、頑張って見て、突っ込みましょう。バチェラは多分これで終わり。残念ながら。<laughs> で、それと、あの、どんどんバチェラ、そのバチェラ、その男が、その質、まあうんうん、まあ、どんどん低下していく。だってシーズン1は、シーズンンは久保さんやろ。 久保さんめっちゃイケメンじゃん。もうザ・日本人イケメンっていう感じで。で、あの、りんたはワイルド系で、まあ、好きな女,女の子は好き。まあ、あのね、夏のフェスに行ったらめっちゃモテそうのリンタロウさんが行って、でも、久保さんの方が絶対的なイケメン。<laughs> で、バチェラさんはですね <laughs>、<laughs> このキモい行動でも、 この人に勝ってる。まあ何,何か整形っぽい上に、右と左はちゃ合ってない感じがして、みんなどう思いますか久保さん。久保さん。そして次のバッチェラー。ね、ど,どう思いますかなんだけど、意外と写真、まあ写真は悪いけど、 トーク力があって、その上にめちゃくちゃお金持ちだったら、ま、でいけるかもしれないけど、やっぱバチラーっていうさ、その性格とかトーク力っていうよりね、あの、り太郎めっちゃトーク力下手だから、もうないんだ。トーク力がない。でもやっぱもうちょっと絶対的なイケメンの顔が欲しいんだけど、まあ、その、あの、せ、ね、イケメン、そしてお金持ち、そしてこの番組がやりたい。 という、なんか、条件全部揃えるのが結構難しいと思うんだけど。まあ、とりあえず、動画消されるんで、これ、これでバチェダの終わりです。それでね、皆さん、あの、新しいマイク買ったんだけど、こうやって、あの、簡単に音消されるなんか、たまにさ、音消して、で、またつけるの忘れるから、そういう、こういう、いい感じに電気があるやつにして、 これで音量も変えられるめっちゃ声大きくなって普通に戻るあの最終的には USB 通って繋げてるからあのその音音質その音は限られてるけどでももうちょっと自分の声が良くなると思って買ったんだけどなんか自分の声また聞いて微妙やなと思って前のマイクとそんなに変わらないんじゃと思って そして、気づきました。俺の声がダサいんだよ <laughs>。俺の声が悪い。もともとかっこいい声じゃないから、あどんだけいマイクってもさ、俺の声はその声のままだから、なんかもうちょっとね、あの、深くで響きがあるイケメンの声になると思ったんだけど、はい。あの、ね、マイクが悪いんじゃなくて、まあツッコミごとでした。みんな、またね。